口から離れたところにあるところがありますよね。今日のテーマはこちらです。いや、そうなんですよ。その通りなんです。何が言いたいの？これは多分ですけど、あの建てられた年代によるんですよ。昔からあった大学であれば、はいはい、あの割と近くに建ってたりするんですけど、古くからない場合とかだと、はい、だから田中角栄さんが確かあれなんですよね、首相の時に、はい、一つの県に一つの医学部みたいな多分言われたんですよ。あ、なるほど。それで、そこからなんかこう医学部が作られたって聞いたことがあるんで、はい、それでまあ作るんだったらもう土地が安いところっていう風になりますよね。なるほど、そうですね。だから離れてるって思われたんですかね。じゃあ新設のところは結構離れてる。そうです、ね、だから結構あの離れたところにあるっていうのはあると思います。じゃあ大分ももしかしたら新しいかもしれないですね、医学部ができた。大分も多分新しいですよ。あ、そうですか。旧帝国大学、はい、7つでしたっけ。東大、京大、はい、阪大、はい、名古屋大学、東北大学、はい、北海道大学、九州大学ですね。で、その7つの後に、はい、歴史が理学部が旧6位大っていう言われてて、はい、旧6位大っていうのはどこどこかっていうと、はい、まあ、岡山と、はい、あとは千葉、はい、新潟、はい、金沢、はい、長崎、熊本と、はい、あとは京都府立医科大学、はい、の7個が、はい、旧6位大っていう。この辺までは多分まだ近いと思います。街の中ってことですね。そうですね。すごいですね。すごいですよね。後ろがすごい綺麗ですけどね、今。あ、そうなんですか。はい、大学病院がこの辺の先にあるんですかね。いや、なんかナビが間違えてるんじゃないかと思うような。時々ありますよね、ナビが。はい、ありますね。全然違うところですけど、このナビはまだ新しいと思うので、そこまでじゃないんじゃないかなと。すごい道ですよ、このナビの道。確かにクレクレしてますね、はい、この後ループですからね、これ多分。すごいですよ。すごいこれ。あ、見えましたね。はい、すごいとこでしたね。いやー、すごい、くる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 回って、右方向です。あ、まあ、そうか。すごいとこですよね。これすごいとこですよ。本当にこんなところにあるんでしょうか。やばいですね、うん、ナビ上は 10分以上ありますよね、はい、ですね。これなんか反対から来たら意外と近かったとかっていう家ではないんですかね。これが正規のルートとはなんか考えにくいですね。考えにくいですよね。いや、だってなんか大学病院があるわけじゃないですか、はい、高齢者とか行けないですよね。行けないですよね。安易に、はい、いや、でもすげえな。これすごい。あと7分でしょ。はい、まだ7分も。なんか待つのがちょっと田舎に行く感じですね。そうですね。まあ開けてきたといえば開けてきましたけど、あ、けど家が結構見えてきましたね。こっちから来たのが間違いない。左方向です。
か道も綺麗になりましたよね。そうですね、普通の中、はい、普通の道に。およそ700メートル先、左方向です。お、飛行機じゃない、ヘリコプターがいますね。どうですか。あ、上に、あれでしょ、これです、ね、絶対に着きましたね、これは。やった、すごい、ちゃんとヘリコプターがいる。あ、ここですね。ここですね。まもなく左方向です。あの、しかもでかいですね。でかいですね、結構やっぱ、はい、東方大学病院は。そうです、ね、左方向です。あ、しかもローソンがありますね、はい、右側に、はい、オセリアもドラッグストア、はい、はい、ちょっとしました。続いて左方向です。やっと大分大学医学部に来ました。こちらですね、こちらが大分大学医学部附属病院となっておりますね。なんと中にはセブンイレブンさんが入ってますね。今までの調査によると、東大はローソン、島根大学はファミリーマート、ここで初めてのセブンですね。何の紹介やって感じですけど、しかも中がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。見たんですけど、本当に綺麗、今まで見た中で一番綺麗ですね、ダントツで。しかも中にはなんとスターバックスもあるんですよ。いやー、なんかすごく綺麗でおしゃれな感じでいいですね。早速医学部の方ですね。キャンパスは多分医学部はあちらなんですよね。あの、なんか灰色っぽく見える建物が多分医学部キャンパスだと思うので、あちらに行って紹介していきたいと思います。 Let's go。 チャンネル登録はこちら。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 